ドラマ、半沢直樹、逃げ恥などに出演し、多くの映画、ドラマで実力派女優として活躍されている中島ひろ子さん。中島ひろ子さんの若い頃や映画、ボルゴール、寺田みのりさんとのエピソード、結婚や独身、彼氏、旦那、子供についてなど、気になったので調べてみました。中島ひろ子さんのプロフィール、名前、中島ひろ子、出身地、東京都。生年月日、1971年2月10日。年齢、49歳、執筆時、身長、160センチメートルバスト80、ウエスト64、H85、F23.5。血液型、O型、職業、女優、所属、MR、趣味、映画鑑賞、経歴、中島ひろ子さんは、1989年17歳の時、映画、ボルゴール、でデビュー。映画、ボルゴールは、俳優、シンガーソングライターの長渕剛さんの初主演映画、第7回ゴールデングロス賞、優秀銀賞を受賞します。1990年、19歳の時、映画、桜の園、主演。第14回日本アカデミー賞新人俳優賞など、各映画賞を受賞し、脚光を浴びます。2007年、36歳、大河ドラマ、風林火山。出演2010年、39歳、朝ドラ、ゲゲゲの女房、出演2019年10月には、桜の園、以来、29年ぶりとなる主演映画、いつかの二人、が公開。なる、映画、岸和田少年グレン隊、地下鉄に乗って、私は怪になりたい。ドラマ、悪魔のキス、北の国から2000に遺言、半沢直樹、逃げるは恥だが役に立つ、カホモのカホコ。CM、東京ビューティーセンター、キッコーマン焼肉のタレ。など、多くの作品に出演し活躍、どんな役も見事に演じる実力派女優として知られています。女優になったきっかけ、中島ひろ子さんは、小学校高学年の時、両親と弟と共に、東京から神奈川県の大磯町に引っ越します。東京から来たということで目立った中島さんは、転校生いじめにあったと言います。具体的には、転校早々、消防車を呼ばれて、私が自分の家が火事だって電話した、と言われたそうです。後で、その電話は同級生がしたことが分かったそうです。いじめは中学校を卒業するまでずっと続いたそうです。中島さんは、いじめられている子を助けたら、今度は自分がターゲットになってしまったこともありました。しかし、助けた子は中島さんを助けてはくれませんでした。そして、その子は演劇部で、ある時、私、女優になりたい、と言ったのですが、それを聞いて、中島さんも、自分も女優になってドカンと一旗あげたら、私の中で救われるかな、芸能界に行けば、私の中の痛いのも辛いのも全部抜けるかな、と思った、それが女優になるきっかけだったそうです。そして、プロダクションや雑誌、月刊デビューの募集記事を見て、応募していく中で、モノ事務所に入り、最初に受けた映画、ボルゴールのオーディションに合格し、出演することになります。映画、ボルゴール、寺田みのりさん、デビュー作のボルゴールの撮影は、右も左もわからない状態で撮影が始まり、ヌードシーンもあったりと、いろいろ大変だったそうです。中島ひろ子さんのヌードシーンの撮影の、ヤクザの親分の役が寺田みのりさんだったのですが、撮影終了の、唯一寺田みのりさんだけが、裸の中島ひろ子さんに毛皮を持ってきてかけてくれたのだそうです。大丈夫だよ、大丈夫だよ、と背中を叩いてくれたのだそうです。中島さんは、それで本当に助かったと話しています。寺田みのりさんは、1942年11月7日生まれ、現在77歳。俳優として、映画、ドラマ、舞台など幅広い分野で長く活躍されています。ナレーターとしても活躍されており、声優としては、スタジオジブリ作品、天空の城ラピュータのムスカ大佐役としても有名です。次ページ、中島ひろ子さんと佐藤二朗さんの関係。独身、彼氏や結婚、
子供について、中島ひろこさんと佐藤二朗さん。中島ひろこさんは、佐藤二朗と多く検索されています。中島ひろこさんと佐藤二朗さんは、2017年に、ドラマ、かほののかほこで、夫婦役で共演しています。調べてみましたが、二人に熱愛の報道があったということではないようでした。佐藤二朗さんが情熱大陸に出演された際、キスシーンについて質問され、キスシーンは過去2回あります。と告白、そのうち1回の相手が中島ひろこさんで、かほののかほこの劇中だったとのこと。しかし、そのシーンはカットされてしまった、ということでした。佐藤二朗さんは、1969年5月7日生まれ、現在51歳です。2003年に結婚されています。佐藤二朗さんのツイッターは、奥様やお子さんとの話が多く、とても仲の良いご家族というのが伺えます。人気ドラマ、かほののかほこで共演した二人だったので、多く検索されたのでしょうか。結婚、旦那、子供や彼氏は、中島ひろこさん、結婚されているのか、お子さんはいらっしゃるのかなど、調べてみました。中島さんは、2018年1月のテレビ番組で、6年前、2012年に離婚していたことを告白しています。結婚は33歳、41歳の時離婚となったと話しています。2018年5月に出演した、踊る。さんま御殿では、私は母性が強かったから、やりすぎちゃったんだけど。逆に旦那を旦那として見られなくなった。子供みたいに見えちゃう。いろんなことやりすぎちゃうから、と、離婚理由を説明したそうです。その年は、中島ひろこさんがバラエティ番組でも、素顔をさらけ出したことも話題となり、その明るいキャラクターは同世代から支持を集めました。中島ひろこさんは、20代、30代は女優として仮面をかぶっていたけど、もうそういうことを言ってもいいお年頃。いつでもどこからでもつついて、ということも話しています。そして、2019年10月には、5歳年下の一般男性と真剣交際していると、芸能ニュースで報じられていました。相手の方は、中島ひろこさんと同じくバツイチの5歳年下の会社員の方で、交際期間は5、6年になると言います。出会いは東京都内のカフェで、列に気づかず割り込んでしまった際に、いいですよ、と心よく許してくれた男性で、男の人もこんなにいい笑顔をするんだと思った、と、一目惚れしたのだそう。中島さんは、一緒にいた自身の友人の名刺に連絡先を渡したのだそうです。相手の男性は、中島さんが女優だと分かっていただけに、マネージャーとしてスカウトされたのかと思ったのだそうです。中島ひろこさんに子供がいるかについては、そういった情報は見当たりませんでした。中島ひろこさんは、2020年現在、ドラマ、特捜9、絶対零度、必殺仕事人2020に出演されています。今後もどんなドラマ、映画に出演されるのか、楽しみです。以上、中島ひろこさんについて、でした。